こんばんは。お疲れ、いいね、だるま。にゃんこ、ハート、ありがとう。こんばんは。中村舞です。ナルマハートありがとうございます。こんばんは。お疲れ様、お疲れ様です。中村舞です。やっほー。おつ、お話し会ありがとう。そして服かわいい、ありがとう。お話し会ありがとうございました。まあ明日もあるので、はい、明日も会いましょう。ありがとう、初見さん。中村舞です。愛媛県出身です。こんばんは。今年初お話し会ありがとうございました。いいハート、誰もありがとう。明けおめでした。明けおめですね。ことよろですね。服は今日はそう、なんかチャイナ風なんですけど、こんなトップスを着ておりました。ありがとう。どうも。後ろ、後ろ、どうなってる？どうもなってませんよ。顔抜くとこやぞ。ここから顔出ません、出ません。リボンついてない。でしょ。なんだと思ったんだ。にゃんハートありがとう。明日の服装をずっと考えてる。どうしよっかな。
舌合わせるのむずい。むずい。しかもさ、舌さ、全然オンライン見えないからさ、もう、全然もう、何履いてても、もう履いてなくてもわかんないレベルで見えないんですよね。履いてるんですけど。いや、履いてるんですよ。今日の髪型、今日もうストレートずっと。そう、さっきお姉ちゃんに、お姉ちゃんとご飯ずっと食べてたんですよ。そしたらお姉ちゃんが、え、髪切ったって言ってきて、え、もう結構前に切ったってなって、お姉ちゃんと毎日会ってるのに今日気づかれた。そうなんですよ、何日か前に切ったんですけどね。そうで、なんかお姉ちゃんとなんか三平ですって二人でやってたんですよ。そしたらこの三平ですってやった瞬間に、え、髪切ったって言ってきて、え、今みたいな。で、そう、この三平ですってやった瞬間にここに目が入ったらしくて、で今日気づいてくれました。そう、なんでやってたか、え、なんかわかんないけど、お姉ちゃんとこの話になって、あんた知ってる？みたいな、三平です知ってるって言って、あー、わかるよ、三平ですとかってなんかやってたんですよ、夜ご飯の時に。したら、そう、や、気づいてくれました。へー、今そうなんです、切ったんです。え、なんでやってたんだろう、え、わかんない、なんでその流れになったか覚えてないんですけど、そう。あ、ありがとうございます。メキュー知ってるとは、いや私も知らなくって、ダンスの先生が教えてくれた前に。なんかダンスの先生がね、なんかね、なんかゴゴリバのなんか中間ぐらいに、前半が終わったぐらいのダンスの次に、なんかワカメダンスっていうダンスがあったんですよ。なんかこういうで、まあ、こういう動きが多すぎて全然覚えられなくって、で振り入れの時にダンスの先生が、ここは三平ですってやってくださいって言ってて、え、そう、それで知りました、三平です。そう、なんかゴゴリバのワカメダンス、ワカメダンスあったんですよ。いいね、ありがとう。髪をさ、切ってさ、気づいてもらいたいときはこうやってやろうかな。ビューティス。ありがとう。知ってたの？
マラソンの人？マラソンの方ですか？違うかそれは。違う違う。カンペさん、あ、じゃカンペさん間違えました。芸人さん、あ、芸人さんか。名違い、あーすみません。もしもツアーズの人。え、もしもツアーズってなんか聞いたことあるな。うん、来てありがとう。服もありがとう。よかな。すごい、なんかすごい小槌みたいな。ありがとうございます。え、キャインの番組、キャイン、あ、違うじゃ全然あのついていけてません。もうでも全然ついていけん。キャイーンだよ。え、キャイーン、キャイーン、キャイーンなんかあのあれですか、点がついてるイントネーションが違うんだ。あ、すごい厳しい厳しくないですか？ありがとう。なんてことでしょう。顔が全部見えるのいい。しかもあの分けない、分けてない。そうなんです、久しぶりに。もうドパッツンで、ゾンビネタお姉ちゃんと見たよ。 なんかさ、ゾンビ見ながらさご飯食べるとマジでさ食欲がさなくなるんですよ。もう食べながらってなるんですよ。なんでダイエットしてるって人はゾンビおすすめです。マジでゾンビ見ながらご飯食べたらマジで食欲なくなっていく。ありがとう。そう、今日もお姉ちゃんとなんかドラマだから1話ずつ見てて、でご飯の時見てたんですけど、うなります。ありがとう。お姉ちゃん平気。お姉ちゃんなんか多分私よりもちょっとグロっぽいの体勢がある人なんで、お姉ちゃんとかの方が多分いろいろ見てる。
ってたよぐらいな。私服デザインおしゃれだね、かわいいよね。でもみんなが今日なんかここのことにずっと絶対にお話し会で絶対みんなここのことをこのここに空いてるよみたいな、ちょっとこうしとこう。デコルテ？デコルテなんかな。でもさ、ここがさ、こういうここがそもそもさ、なんかこういうさあるじゃん、ここが全部出てる服とか、こう首長効果のさ。でもさ、あえてさこの三角形だけ出てたらさ、みんなここが出てるよ、なんか出てるよみたいな。多分そうなるんですよ。二面が行く。コンプラ？でも確かに今日おっちゃんがずっとこの三角形見てた気がしますかって。でも奥ちゃんこの服持ってるって言ってたの。なんだから、おそろメンバーと服かぶるのはよくある。おそろ。今日寒い。え、やばいよね。なんか雪降ってるんでしょってなんか聞きました、地域によっては。ありがとう、ギフトでしょ。雪降ってるって。広島寒く、え、寒い、風が寒いな。初雪、え、そっか、初雪なんか。積もってるって。へえ、広島で見てないな、雪。してもありがとう。あ、ちょっとこれで時間を見とこう。いやいや、マジで布団コーデとかしたい。いやいや、また出た、なんか、なんかさ、アップデートのなんちゃらかんちゃらみたいなのがすごい出てくるんですよ、通知が。昨日も出たの。もう私これ、毎回ショールーム中に出てきてさ、止まる運命。怒った。なんかアップデートの通知みたいな。今止まった？大丈夫？アップデートしたら？しなさいよって感じですよね。さっきから時々止まるよ。
ちょっと止まった。え、なんかさっきからずっと止まるって言う人がいるんだけど、ショールームのお化けにいるわけないだろいないよ。今は平気。布団がどうしたの？え、なんて言ってたっけ？布団コーデって言ってた。お布団巻いていきたい。キル毛布？キル毛布って寝袋みたいな感じ？でもね、最近の STA の楽屋はなんと電子レンジが導入されたんですよ。なんでもうみんなあったかいほかほかご飯を食べて芯から温まってます。マジでもう電子レンジ、そうみんな順番に温めるんだけど、電子レンジとポットが導入されたんですよ。なんであったかいスープも飲めるんですよ。クオリティ QOL。 うん、マジで最高。マジでね本当に今まで来てたお弁当よくあるんですよ。何種類かが来るんですよ。で、今まで来てたオムライスがあって、いつも来るオムライスがあるんですよ。で、そのオムライスが今日来てて、あ、オムライスだって。で、ジョーちゃんと温めて食べたんですよ。そしたらいつもよりもマジでもう10倍ぐらい美味しくって、マジでそのオムライスについてずっと語りながらご飯食べました。美味しいねって、これは。マジで美味しい。千代ちゃんとお弁当の話ずっとしてる。今日楽屋が私、千穂ちゃんで、私の向かいにおきちゃんが座ってたんですよ。で、千穂ちゃんがずっとお弁当の話をしてて、もうかれこれ15分ぐらいお弁当の話をしてたんですよ。そしたらその話を聞いてたおきちゃんが、え、千穂さんいつまでお弁当の話してるんですかって言ってて、マジでもうずっとお弁当の話してたから、いつまでお弁当の話してるんですかみたいな言われてて、いやマジで、でもそれくらいお弁当語ってるの、いつも。ね、お弁当めっちゃ感動してた。感動しながら、なるほど、ありがとう。で、そう、なんか昼のお弁当が来て、で、昼はオムライスだったんですよ。で、夜はもう千穂ちゃんが大好きな、クロベってとこのお弁当だったんですよ。もうマジで美味しいので、そのクロベってとこのお弁当が5種類か6種類ぐらいあって、お肉お魚とかっていっぱい載ってるんですよ。でいろんな種類があって、もう千穂ちゃんはそのクロベの鮭弁当がすごい好きなんですよね。でそのお話し会終わって、でそのお話し会の部屋と楽屋はまた別なんですよ。そしたら楽屋からおきちゃんから LINE が来て、お弁当来ましたよみたいな。で、まいちゃん弁当が来たよ、行くよって言って、お話し会の部屋からダッシュして楽屋まで戻って、でシャキ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 って撮って、すぐにそう LINE で弁当が来たこともすぐ知らされて、そうで一緒にシャキ弁当も食べました。そう
でしかもその鮭弁当の中でもどの鮭がいいか選ぶんですよ。で全部並べて、この鮭もいいな、この鮭の形もいい、これは油の乗り具合が、みたいな感じで、とりあえず鮭の中身も選ぶんですよ全部。でこの鮭に決めたってなって、で一緒に温めて食べました。めっちゃお弁当にはこだわりが強いんですよ。そう、一番に取りに行く。他のお弁当でもね、鮭弁当が一番好きって言ってるけど、鮭弁当しか食べたことない。毎回来ても全部鮭が美味しかったから鮭取ってて、だから他のお弁当食べてないけど鮭弁当が美味しいっていう、そう。でそのね、温めるとこで南さんがサバの弁当持ってたんですよ、同じ黒部ので、あ、南さんはサバ派なんですねって言ったら、もうサバしか勝たん、まあサバしか食べたことないけどって言ってて、あ、みんな多分最初に食べたやつにハマってそればっかり食べてるんだって思って、そう、多分全部美味しいんだと思う。うちも鮭しか食べたことないんですけど。いやマジで美味しいよ、食べてほしい黒部のお弁当。58牛しぐれあった、お肉もあるの、お肉部門、サワラとかもあるということで、こんな話をしていたらもうこの時間になってしまいました。ちょっと壇上呼びます。サンキュー、青いじりさん、ゆずきちさん、まささん、くまねパパさん、南波のひさとさん、広島港パセリさん、おっさんずさむさん、マクアラオンさん、シーサーさん、きなぺこさん、ポンタさん、ボンちゃんさん、りょんきゅうさん、ありがとうございます。黒べえ絵がちっちゃかったかな、黒べえって検索したら出るのかな。そう、ありがとうございました。おやすみ、おやすみ。また明日、ありがとう。また明日お話し会で、配信でも。またねー、おやすみ。59分、あ、おやすみ。